はようございます。丹沢冒険野郎スターひろじです。今日なんですけど、ゴールデンウィーク初日5月27ですね。ちょっと雨が降ってるんですけど、これから魔境つづらごうちに行ってみたいと思います。ちょっと行く場所考えてたんですけど、結局どこ行っても人がいそうだということで魔境を選んでみました。ちょっとどこまで行けるかわかんないですけど、今日はつづらごうちの行けるとこまで行ってみたいと思います。で、駐車場なんですけど、一応事前に連絡して、料金後払いでいいんで、払ってくれればいいですということで、下山後に支払います。了解は取ってます。で、ここの橋もなんですけどね、先に野鳥公園があって、開園前は鎖ついてるんですけど、これ越して入っていいっていうんで入らせてもらいます。これは本流ですね。ちょっと初めての場所で、なおかつあまり危険度があるということで無理はできないんですけど、できる範囲で進んでみて、釣りをしてみたいと思います。それではよろしくお願いします。すでに道がないです。なんか獣が通ったような跡しかないですね。なんか気があるぞ。とにかくリュックが重い。いつもの釣りの重さじゃないんで、一応3日分の食料が入ってるんで相当重いですね。普段慣れてない重さなんで、ちょっとこれはしんどいですね。まだ道を探しながらなんで、かなりきついです。急道だ。いや、ちょっと休もう。変わらないですかね。めっちゃ疲れてる。これ急道ですね。とりあえずこれを進んで、疲れてる。しょっぱなからこれだよ。体力持つか。あれがつづらごうちの今話題の崖崩れですね。これが寸断されているおかげで容易に近づけないですね。つづらごうちにこっから崩れてます。こっからずっと道があったんですけど、 あそこガードレールですね。見事に崩れてます。これがなければ多少は楽なんですけど。ロープか、これロープじゃね、電気か、電気がありますね。これをたどって下まで降りてみます。とりあえずなんかちょっとした踏み跡はあるんですけど、道ではないですね。なんかの踏み跡っぽい
感じです。ピンクテープも一応ありますね。うわー、急坂、危ね。いや、帰りもきついなこれな。はい、それでは降りてみます。はい、水辺まで来ました。ロープがあるんで、多分このロープ順に行けばいいと思うんですけど、すごい、おお、これもしかして天然のダムみたいな感じかな、このたまりは。ちょっとね、リュックがね重くて、バランスがいつもと違うから怖いですね。いつものバランスと違うから。てかこれ道じゃねえだろっていうような道だな、これ。どうすんだよこれ。これはしんどいわ。これ何、どうやっていくんだよこれ。もしやの冒険終了。ここで。これ上行けねえだろ、これ行けんのこれ。なんか逆さいそうだけどな。ちょ、なんかロープが切れたようなロープがあるんだけど、こう行くんだろうな、きっとな。これを行くしかない。いやー、きつい。まずなんかロープが途切れてるし、まあ行くしかねえか。ロープねえし、おい。これはうわ、危ない危ない危ない。よいしょ、なんかどうぞ行けそうか。ここにロープが使ってるよな。なんであそこにあるんだよって話だよ。いやー、際どい。もう朝から何章だよこれ。落ちても死にはしねえけど、ちょっと寒いよな。崩れそう。くそ、ロープが遠い。大丈夫かなこれ。よし、本当に藁をもつかむようなあれだな。よいしょ、ロープキャッチ。これを使っていけと。足場がね。これ道じゃねえだろこれ、絶対に。待って、木があるやな、あるんだけど、むずい。ここに足場があればなんとかなんだけど、いけるかこれで。ここいやー、
マジおっかね、これ。くそー、なんとかならんかね。怖いけど、これ絶対道じゃねえわ。あ、滑るし、やべえやべえやべえ、滑る。どうよどうよ、これでこれ崩れなきゃいいけど。なかなか行けねえだろう。これ道じゃねえわ。これでこう巻いて一応高いところまで来ましたね。あれがつづらごち側ですね。思ったより川小さいですね。というか道じゃないですね。道がないし、なんかロープもないし、これ落ちたらやべえよこれ。やべえわこれ。かなりかなりの多分そこ難易度だなこれ。いやー怖え。なんとか、ちょっと油断しないようにしないと、この辺も危ないんで。大丈夫かな、こういうのを掴んで押したら終わりなんで。かなりきつい。川に来るまででかなりきつい。降りるとこはねえんだもんな、これしか。しかも何これ。